代表山本太郎がお母さんがみんなに内緒でご飯食べてます。令和新選組代表山本太郎による街頭演説会、ここアベノキューズモール前をすいません遅くしていただきますので、ぜひお時間ございましたらお立ち寄りください。今マイクを握っているのは令和新選組の八幡愛と申します。